ここなら邪魔が入ることもない。心置きなくお前を殺せるというわけだ。どういう心境の変化だ。闇討ちの得意なお前が以前の戦いで俺に勝ったつもりでいるのか。貴様が伝承者に選ばれたあの時、俺はあの時の恨みを決して忘れん。お前は俺への恨みを晴らすためだけに俺の名を語り、多くの人を犠牲にしてきたのか。そんなクズどもの命などこの傷の痛みの日ではないわ。見るがいい。この傷が痛むたび、俺はお前への憎悪を燃やし募らせてきたのだ。あの時は俺が足を滑らせたため運よく勝てたんだ。今回はあんなヘマをせんぞ。まだ気づいていないのか。すでに飛行をつかれ、足の自由が奪われていたことに。何？だが今はお前を生かして押して押しておいたこの甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。貴様に俺と同じ生き地獄を味わわせてやる。俺がなぜこのヘリポートを選んだと思う。このタンクにガスが残ってることを知っていたからだ。何をしようとお前が死ぬことに変わりはない。強がっていられるのもこれまでだ。これで貴様の逃げ場はなくなった。まだわからんか。死ぬのはお前だ。今こそ北斗神拳の真髄を見せてやるわ。腐った貴様が北斗神拳を使いこなすことはできん。この非常さ、凄み、昔のケンシロウではないな。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。友と呼べるライバルたち、その友の血の血の血が迎えた。友？真か？真のことか？お前の命もこれまでだ。だから貴様は甘いというのだ。すでに自分だけが炎に追い詰められていることに気づかんとはな。うん？俺はこの時を待っていたのだ。メイドの土産にいいことを教えてやろう。貴様が今友と言った真、その真の魂を悪魔に売らせたのはこの俺だ。何？奴のために真やユリアが死んだというのか。いや俺はお前から全てを奪ってやった。そして今ここでお前の命も尽きるのだ。許さん、許さんぞジャギ。俺の名を言ってみろ。なんてやつだ。まったく
今さら逃げても無駄だ。バカめ。これはなんと聖剣。そうだ、俺も昔のジャニではない。俺様のなんと聖剣を見切れるかな。貴様、どこでなんと聖剣を身につけた。知ってどうする。貴様はここで死ぬんだ。終止符を打つため、ケンシロウは旅立つのであった。